夫婦関係修復カウンセラーの日川陽一です。夫婦関係修復再構築したい人がやってはいけないこと、そしてすべきことをいつものように三つの点でお話をしていきます。やってはいけないこと一点目、そして二点目がすべきこと、三点目心構えですね。このノウハウ的なお話をした後に。 この大事なまあその後ろにある考え方というのをお話しします。もしあなたが奥さん旦那さんから離婚したいと言われてしまってでも絶対に離婚したくないと思っているならこの動画がお役に立つと思います。一点目ですねこのやってはいけないこと実はこれ二つあります。えっ、ー、と一つはですね絶対に離婚しない とか「もうそんな話しないで」とか言ってあの突っ放ねる、まあ、突然の離婚宣言シリーズなので、まあ、突然言われたということを想定してますけど突然言われるるとパニックになるんですねでそうするとあの突っ放ねたくなるそして絶対に離婚したくないんだっていうことで頭の中がいっぱいになっちゃうんですよね。で突っ放ねるということをしてしまうわけです。 でそれが1点目のやってはいけないことですねなぜやってはいけないかは、えー、と2点目を話した後にお伝えしますけど2点目が「私何でもするから私を捨てないで」とか「あのどんなことでもするからあの許してほしい」とかまあ人によってはあの、まあ、ご主人というか男性の場合が多いですけど土下座をするとか、ね、あのそういうことをやったりする人もいますしなんか急に態度を変えて まあ相手に言われたことをもう180度変えてあの優しくするとかまあセックスレスの問題だったら自分から誘うとかあのスキンシップを持とうとするとかっていうことをやってしまうこの2つはやってはいけないことななんですねでなぜかというとえこの1点目はあの相手に「あ本当に私の気持ち分かってないのね」と。 本当に俺の気持ちななんんかどうでもいいんだなって自分のことしか考えてないんだなっていう風に思わせてしまうんですよね相手の気持ちを考えず自分の気持ちを押し付けているということになってしまうのでそしてこの2点目のこう手のひらを返したように優しくしたりとか態度を変えたりっていうのは相手にしてみるとなんか操作されているように感じるんですね。点目と似てるんですけど自分の気持ちを 分かってくれたからそうしてるわけじゃなくて離婚されたくないからそうしてるんだなということになるわけです。ですのでこのやってはいけないことはまあ一言で言えばあのパニックってあの手当たり次第何かをやらないっていうことなんですね。それがあの一番やってはいけないことなのでまあこのやってはいけないこと二つ話したこの。 突っ跳ねるいきなり手のひらを変えたようにどんなことでもやろうとするっていうのはあのパニックって何とかしようとしていることの,あのそのマインドというか、まあ、その表れなわけですね。でそれはやってはいけないことなんです。でなぜなら離婚したいと思っているということはもう離れていきたわけです。だけれどそれど引き止められているので なんか人間ってこう不思議なものでなんか押し付けられるとすごいそれがもっと嫌になるんですよね。でこれがエスカレートしてくるとあの家を出て行ってしまったりとかあのもう弁護士経由じゃないと連絡を取れなくなったりするんですねこれが悪化していくとです。もしかしたらこれをご覧になっているあなたはそういう状態かもしれませんで。だとしたらもうそれはやめないといけないんですね。 でじゃあどういうことをすべきなのかっていうと2点目ですね、えー、まずはあの冷静に受け止めるっていうことですつまり「ああそうなんだ」ってあの「私と別れたいのね」とか「ああそうなんだ離婚したいんだね」っていうふうに相手の離婚したいっていう意思をまず認めてあげるっていうことなくてもいいんです。 ああそうなまあその話の中でちょっとこの状況ケースバイケースですけれどあのもう分かってる場合もありますよねこういう理由だっていうことを言われてるでそれをもっとしっかりと受け止めようとするということですね基本的にこのやるべきことって、ね、受け止めるということなんで相手の意志もそうだし相手の苦しんだ痛みというのを受け止めるということなんですね。 そしてもう一つは離婚の可能性を認めるっていうことこなんです無理やりあなたを引き止めるつもりはないということを伝えるこのパニックってるとできないことなんですけど冷静に考えてみたらああそうかってどうしても離婚したいんだったらあの、まあ、それもありうる、まあ、それを絶対に否定はしないということを伝えるということなんですね。 離婚したいと思っているほどあなたは苦しいんだっていうことを認めるということと離婚するっていう私はしたくはないけれどでも絶対にあ,のありえないとかそういうことを言うつもりはないとまあいろいろ話し合ったりいろいろ努力してダメだったらそれを仕方がないことだということを、まあ、受け止めてそれを伝えるということなんですね。でそうすると この引き止められている手綱が。この緩みますので。相手も冷静になるんですよ。これちょっとイメージしていただきたいんですけど。鳥がカゴの中に入れられたら。ものすごい、あの。出ようと、あの、全力尽くしますよね。あの、自由が。奪われるので。で、それが。離婚しないで突っぱねられたり。離婚しないために、なんかすごい手のひらを返したようにされた人の。 感覚なんですねガチャンってなんか閉じ込められた。でこのすべきことの受け止めるとか可能性を認めるということはこのとカゴの鳥がパッてこうカゴの扉が開いたっていう状態なんですよ。で開いた状態になるとこの相手もパニック状態じゃなくなるわけですね。 で開いた状態であれってあ認めるんだいや本当に自分って離婚したいのかなっていうふうに考え始めるわけですね。ですのでこのすべきことっていうのはあなたがまず冷静になってあそんなふうに苦しめたんだってそれを受け止めるということとそうであればなんか無理やり引き止めるっていうことは 私に自分自身にとっても相手にとっても良くないことだよなってだからその可能性はあるよなっていうふうに受け止めてそれを伝えるということなんですね。で3点目なんですけどもこの心構えこれが一番重要なんでここを覚えていただきたいんですけど結婚というのは自由意思によってあのするもんなんですよね。これ超重要なことなんで書きますね。 自由なものなんです自由な意思によってするんです強制されてするもんじゃないということですねで、これは生きている限り同じだということなんです夫婦でいる限りは同じなんですつまり合意の上で夫婦でいるからだ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  無理やり夫婦でいさせることはできないっていうことなんですよね。でもちろんあの私はクリスチャンで聖書を信じてますけど、聖書は離婚を禁じてます。神が合わせたものを人が離してはならないというふうに聖書には書いてあります。ですけれど、えっ、ー、と別の箇所ですね、聖書の第一コリントというところなんですが、こういうふうに書かれているところもあります。えー、離れていくなら 離れていかせなさいでこれは、えっと、少しだけ解説を加えるとあのクリスチャンとクリスチャンじゃない人が結婚していてクリスチャンじゃない方の人が離れていくんだったら離れていかせなさいつまり離婚したいとクリスチャンじゃない方が言うんだったらクリスチャンのあなたは、まあ、それを許しなさいということなんですけど当てはめて考えると、まあ、無理やり誰かをつなぎ止めるっていうことは するべきことじゃないっていうふうにも理解できるわけですね。当てはめて考えるということです。ですので夫婦関係修復再構築のためにやるべきことっていうのは、この自由意志でとどまりたいと相手が思うようになるようにあなた自身が変わるっていうことなんです。結婚というのは夫婦というのは自由意志によってキープされるものなので。 キープしたいと思えば思うのであれば、あなた自身が変わることによって。相手がとどまりたいと思うようになるように。あなた自身が努力するということなんですね。ですから、するべきことは、この最初の受け止めるとかっていうことは。具体的なこととしてあるわけですけれど、本当にすべきことは。あなたが。ご主人や。 奥さんを不幸にする人じゃなくて幸せにする人に変わるっていうことなんです。でそれさえできれば修復できるし再構築できるんですよ。まあ昨日の夜ちょうど渋谷であ,のある女性クライアントさんお試しカウンセリングしてきましたけどあの別れたいと言われたとで一生懸命努力してまあ夫に優しくしようとしてるでご主人にこう言われたって言ったんですねあの。 いやあなたが変わってきてるのはか分かるよって感じるって言われたそうですだから一生懸命努力してますのでそれは伝わってるわけですねでだけど僕の気持ちは変わらないんだって言われたんですよねなぜならこの女性がこの奥さんが自分が変わることではなくて自分の行動を変えることで つなぎ止めようとしているからなんですね。だからご主人は、何かコントロールされているように感じるって。そういうニュアンスのことを言ったっておっしゃってました、ね。相手を変えようと、相手を操作しようとするっていうことは。やってはいけないことなんです。で、相手の気持ちを冷静に受け止めるっていうことがすべきことであり。究極的には、最終的には、あなた自身が。 自分自身の自己中心の罪を悔い改めて別人にななるということなんですそれを私自身はカウンセリングを通してサポートさせていただいているわけです、はい。ということで「突然の離婚宣言」シリーズですねやってはいけないことすべきことということでお話をしましたけれどこれ非常に重要な。 夫婦関係修復再構築のために必要なことになりますので覚えていただければなと思いますはい、この動画が役に立ったなとか気づきがあったなと思われた方はえっといいねボタンを押していただけるともっと多くの人にこの動画が見ていただけてあなたと同じように困っている方々の助けになりますのでご協力いただけると感謝ですいいねを押してくださった皆さんありがとうございます えまた本気で夫婦関係を修復したい再構築したいともしあなたが思われているならこの動画の概要欄に私がご提供している夫婦関係修復の無料の動画講座のお案内が載せてあります興味のある方はご覧くださいえまたえっとこの動画ですね突然の離婚宣言シリーズこれシリーズもので撮ってますのでこれから先新しい動画を撮った時にまた見たいなこのどうやって変わるのか ということを知りたいなと思われる方はチャンネル登録しておいていただくとまた新しい動画が出た時にお知らせがいきますのでチャンネル登録ボタンとベルボタンを押していただけると見逃さずに見れますので登録してみてくださいまた次の動画でお会いしましょう